ストレートエニアグラム二等辺の友人やです。T 隊長です。隊長でございます。はい、今日はですね、うん、師匠。師匠。僕たちの師匠。師匠である岸清流さん。岸清流。岸清流さんが書かれた、はい、禁断の心理話術、うん、エニアプロファイル、うんうん。エニアプロファイルっていう言葉。エニアプロファイル。うん、言葉を使いたくてエニアプロファイルっていうエニアプロファイルですと、うんうん、まあ我が師匠っていうの、うん、我が師匠っていうのは、うん、隊長がエニアグラムのことを知ったのが、うん、ここがきっかけ。あ、そうですね。その、まあ、僕が知り合ったのが、はい、岸さんもともとエニアグラムの専門家っていうよりは、はい、メガネ屋さんの社長なんですよね。そうです。モンキーフィリップ名古屋大須にある。そうで、その社長で、はいはい、その人のセミナーに行ったら、はい、この人すごいと思って、はい、でそこからもう6年前ぐらいになるんですけど、はい、そこからつながりがあって、はい、で最初はだからマーケティングを勉強してたんですよね。マーケティング教えてくださいって言って声をかけて、はい、でコンサルみたいなのをやりながら、はい、でそこからこういつの間にかエニアグラムに切り替わっていってみたいな。なるほど、うん、でそこでエニアグラムを初めて知って、うんうんうん、タイプ9だとなった。タイプ9となったっていう。で私が知ったきっかけは、うん、まあここに来始めた時にエニアグラムがあるよっていう話をされて、うん、本で読んで、うん、へーみたいなところでちょっと興味を持ってタイプ7になり、うん、でそう岸さんが来る時に来るって言われて、うん、まあ参加してですね、そのここで行われたセミナーに、うんうん、でその時に、まあ、岸さんがご自身が、うん、タイプ7っておっしゃるんですよね、うんうんうん、なんで僕もタイプ7なんですって話をしたら、うん、君は違うよね屈辱の7じゃないよね、7じゃないよ言われたっていう、はい、うん、君のその行動は7じゃないよね、うんうんうん、って言われて、まあ、でそこから6になったんですよね。まあ、そこから、まあ、うん、私も岸さんがやるセミナーに参加して、うんうんうん、6認定されましたと、うんうん、はい、でそこでスポッてはまった、うんうんうん、でその岸さんが書かれているこの禁断の心理話術エニアプロファイルっていう本、うん、そう、面白いのが、うん、普通どの本にもエニアグラムって、うん、要は自分ですと、うん、自分を見るためのツールですと、うん、自己探求ですからね、はい、要は自分の羅針盤を見つけてみたいなところなんですけど、うんうん、まあこの、うん、やらしい色使いというか紫に金みたいな、うんうん、まあ、ここから分かるように、うん、ちょっともう初めもですね、うん、この岸さんあれですもんね、メンターリスト、そうですね、協会、一般社団法人日本マインドリーディング協会理事ですと、うん、だから大吾がやってるようなメンタリスト、人をどうコントロールするかみたいな、ああいうのもできたりするんで、はい、でここで言えば初めもうさんくさいことは認めます、うん、から始まるんです要はその、うん、人をどう気持ちよくさせるかに、うん、エニアグラムを使いませんかっていう話ですと、うんうんうん、でそのエニアグラムの使い方としては、うん、まずその人をパッと見て、うん、何タイプかを当てましょうみたいな、当てましょう、当てましょうというか、まあ、うん、何タイプかを推察しましょうと、うんうん、でその推察したタイプで、うん、そのタイプが喜ぶことをしませんかっていう本なんですよね、うんうんうん、なのでこう全タイプは載ってないんですよね。そう、全タイプは載ってなくて、うん、ここで紹介されているのは、うん、怒ると怖そうな親分、うん、ビッグボス、ビッグボスタイプ8、タイプ8、うん、おせっかいなフレンドスマイリー2ですね、タイプ2ですとで気難しい専門家、シンカー、考える人、5ですと。で、裏表がありそうな成功者、クール、3ですね。3ですね。で、空気を読まないエンターティナー、ファンラバー、7ですね。タイプ7ですね。うん、で、あとは、うん、実は日本人に多く存在するバランサーであると。うんうん、要は、日本っていうのは、うん、まあ、タイプ6の人が多いってよく言われる。日本人ぽいって言われる、うん、で、まあ、日本の教育自体がタイプ6の教育のような教育だと言われてるから、その8、2、5、3、7以外はタイプ6として扱うみたいな。その、まあ、この本を書くときに、はい、からも知ってるんで、その話をこういろいろ聞いてたら、はい、もうそれ以外はよくわかんないんだよねみたいな、パッと見では
9とか6とかって、もうパッと見ではもうよくわかんないから、はいはい、もうわかんないのは一番多い6にしとけっていう。で、岸さんもそれで要は、商売をしながら、そういう見方でやっていくとうまくいったよっていう。だからその岸さんがすごいのは実践で使って、使えるものをみんなに教えてるみたいな。なるほど。そう。で、ここでちょっとその、参考にしたいというか、皆さんも参考にしたらどうですかっていうポイントとしては、エニアプロファイルのコツみたいなものが載ってるんですね。まずエニアプロファイルは具体的には以下の流れで進めますと。1番第一印象、2番初期エニアプロファイル、この第一印象から 2,3 タイプに絞りましょう。でちょっと観察、これ3番観察で、4最終的なエニアプロファイル、一つのタイプに絞り込んで、その人たちが喜ぶ話をするみたいな。で、第一印象見るポイントとしては、A、体型。よくなんかここで、ガッツセンターの人はどっしりしているみたいな。なんかでっかい。でっかい。ビッグボス8みたいな。体型を見ましょう。で、B、雰囲気。これはそのニコニコしているのか。そう。気難しい感じなのか。とか太っててもふわふわしてる人とどっしりしてる人がいるみたいな、硬そうな人と柔らかい人、そう確かに、だからガッツセンターの人だと、こうもう太っててどっしり太いけど、こうそれが思考センターで太ってる人とかだとちょっとお腹ふわふわしてるみたいな、なんか軽やかな感じで、であとは雰囲気言いましたね、で C 声の高さ、これ私がよく言う、なんかその声が高いと思考センターの場合が多いみたいな。あ、それはあると思う。なんか早口になるんで、そう、ね、再生速度みたいなもんじゃないですか。はい、僕もこう、今普段こういう声で喋ってますけど、高い声は出せるわけじゃないですか。はい、だから僕がこう、思考センターとかにやったら、こう、どうも T 隊長ですみたいな。ここの関係が思考タイプと、ハートタイプ、本能タイプ。タイプなので、毎回声が低いんですね。声が低い。なので、ちょっと調整が大変なんです。私が声が高くて、よくマイクが拾いやすいのかな、拾いやすい。こっちの声まで、ここのスピーカーまで拾ってくる。っていう話なんですよね。そう。なので、こう、高い声は出せるわけじゃないですか。もちろん。そう。はい。で、多分低い声も出せるわけじゃないですか。出せますよ。出せますよ。で、キリンです。すいません、すいません。なので、その辺の出し方ですよね。はい。思考センターの方が多分こう上の方にあるから、こう高い声で喋ってるみたいな、はい、出せる範囲の 上目で話してるみたいな。よく岸さんが紹介するのは、その思考タイプの人、567は頭の中でくるんと反応が返ってくるっていう、から早いって言いますよね。そう、レスポンスが早いんですよね、はい、パッと行った時にパッと返ってくるみたいな。で、体調タイプのような891の腹センターの人は、腹まで腹まで落として喋るから、って言ってから多分発言することが多い、ね、ここの動画も結構体調の間はカットしてます、そう、はい、ってこうしっくりこないと出せないですよねっていう感じなんです、はいはい、で話すスピード、それがまあそうですね、ゆっくりどっしりなのか、ペラ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 話すのか、あと話し方、仕草や表情、あとよく口にする言葉、これよく口にする言葉っていうのは、まあ考え方が出るんですかね、考え方、例えば楽観タイプとかって、まあ、大丈夫大丈夫みたいなことがこう出たりするんで、はいはいはい、まあ、僕の口癖みたいな、また大丈夫って言ってるみたいなとか、まあ Q だと、まあ、よく言われるのがどっちでもいいとか、どっちでもいいっていう話です。まあタイプ8だとはっきりしろよみたいな、はっきりしろよ、はい、すぐやれみたいなところが、まあ、口調になって出るよ、また口調に関しては動画も撮ってますので、またリンクへつけておきます、はいはい、っていうこのエニアプロファイル、今のようなその特徴でタイプを絞り込んで、そのタイプに合わせた喜ぶポイントを刺激することで、相手を気持ちよくさせる、要は人間関係を円滑に、それを操ってやれみたいな、操って、まあ、要は人間関係がうまくなれば人生は幸せになれるみたいなことを岸さんはよく言ってるんで、アドラーも言ってます、そうアドラーもそれを言ってます、なんかこう間違えることはよくある、
はい、あこの人6かなと思って6の対応したら違ったみたいなことがあるから、はいはいはい、そしたらまた違う、ね、違うのを試すみたいな、はい、でもまあ確かに今挙げた8、うん、2、うん、5、うん、3、うん、7っていうのはすごい特徴のある、うん、そう特徴のあるタイプなんで、でも分かんないのは、まあ、6にしとけば、うん、大体大体高い確率で当たるみたいな、はい、でまあここでちょっと私が思ったのは、よく日本人は6が、うん、6のタイプが多いって言うじゃないですか、うん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 、僕最近それをね、うん、ちょっと考えて違うんじゃないか。僕前から違うとは思ってますけどね。あ、まあなんかちょいちょい出てると思うんですけど。あ、そう。で、6が多いんじゃなく、うんうん、タイプ6が多いんじゃなくて、うん、健全度6の人。健全度6の人。健全度が6段階目の人。うんうん。要は落ちる寸前。あ、真ん中の下ってこと。真ん中の下の人が多い。っていうのが、うん、そっちじゃないか。タイプ6の国じゃなくて健全度6の国というのはさ、いや、なんかね、やっぱりそのいろんな本読むと、なんて言うんでしょう、6がねディスられてる感じがするんですよ。日本が6の国だと、だから今うまくいってないっていう言われ方をされてる方がとても多い気がするんですね。ではエニアグラムを紹介していますっていうのをネットでもよく見るじゃないですか、見るんですけど、そこを見ると何かとね、その今の日本、うん、農耕社会の時は6はうまくいきましたと、うんうん、は思って尊しと出すみたいな国ですもんね、うんうん、農作業にはそれが欠かせませんでした、うんうん、だからタイプ6でうまくいったんだけども、うんうん、今のようなこの何かを考えて、うんうん、アップル、うん、ガーファの時代ですよと、うんうん、の時に6ばっかりだと何もできやしないと、うん、これはタイプ6のせいだ、うん、っていう、うんエニアグラマーが多い気がするんですよ、うんうん、もうけしからんって思って、うん、俺戦うぞってでタイプ6の、うんうん、あの国なんじゃないと、うん、みんな健全度こいつが健全度が6だとっていう、うん、この反応、うん、そう反応ですよ、うん、すいません どうでしょう、まあ、僕がタイプ6の国って言うけどタイプ6が多いわけじゃないって思う理由としては、はいはいまあ、多分バランスよくいるんだろうなと思う人間だもの人間だものはい、はい、でその中で教育がそういう教育じゃないですか、日本は和を持って尊してます、で教育されれば多分みんなそっちに傾きますよって話じゃないですか。です、ね、そう。それを言うエニアグラムの人はいないですよ。なので、まあ、タイプ6が多いんじゃなくてタイプ6的な教育をしてるからそれっぽい人が多い留飲が、というのはもう聞いてくださいよ、はいはい、みんな、自分は6じゃないって言って、今の日本は6の国だからダメだって言うんですよ、もうそれがもうイライラして、要は今回も日本人タイプ6の国で調べるじゃないですか、なんか根拠あるのかなと思って、もうそれをそういうのをいっぱい見て、イラ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 した。本当にそうなんで、健全度がタイプ6だこいつなんて、まあ、そうやって言う人はタイプ6か、タイプ6じゃない、健全度6ですね。健全度6。人を攻撃する。で、今の私も健全度が6だかもしれません。反応して。はい。で、これに気づくことで、いかんいかんと、うん。タイプ6はタイプ9に行くんやと。うん。まあ、Take it easy と。気楽に行こうよ。気楽に。はい、でございます、うん。で、このエニア、よく私たちがやってる、中井くんが何タイプだよねとか、永瀬くんが何タイプだよねとかっていうのも、まあこういった本を元にやってます。なんでこれ見ていただいてるよっこさんとは結構毎回違うんですよね。あ、でもよっこさんと違う、なんとよっこさん、城島さん、城島さんタイプになってタイプに、はい、うちらなんて言いましたっけ、あの有利タイプな気がしますよねって。あ、僕はなので僕と同じ匂いがした感じですよ。ああ、なるほど。そう、それぐらいの根拠、第一印象ですよね。僕もなんか、あんまり出しゃばらないので、有利かなって、それぐらいでしか見てません。それぐらい。なので、まあこれだと初期ですよね。初期、あ、本当にもう第一、パッと見て第一印象で決めただけです。だから永瀬君も初っていうのは第一印象ですよ、僕の中で。そう、もうでもそれは結構大事なのかな。うんうんうん、なんで今回永瀬くんが8だっていう、
賛同の声もちょっと今回はありました、うんうんうん、あのどっしり見えると、うんうんうん、あのウィングで鉢が入ってるんじゃないかとか、うんうんうん、男らしい男らしい、はい、なんでまあ、うん、こういうのを続けていくとちょっとずつ、うん、まあ精度も上がるかなっていう、あのエニアグラムの勉強にもなるよっていうのは、うんうんうん、いろんな先生もまた言ってるので、うんうんうん、あのまた続けていこうかと思っております、うんうんうん、はい、でこれから我々はあのエニアプロファイルっていう言葉をうん、使いますね。そう使います。師匠のうちの師匠ですからね。よかったらこの本も本もぜひいかがでしょうか。はい、アマゾンで全然まだ売ってますので、うん、何卒よろしくお願いします、はい、またチャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。